国道72号線は、テネシー州メンフィスから同州チャタヌーガ市までを東西に、結ぶアメリカ合衆国の国道である。テネシー州の2つの主要都市を結ぶ国道であるが、実は、テネシー州を通っている区間はわずかである。大半が、ミシシッピ州及びアラバマ州を通っている。主要都市には、航空宇宙産業で有名なハンツビルがある。 メンフィスとチャタヌーガの間をテネシー州を通ってくる国道は国道64号線である。また道路線の総距離も東西を結ぶ二桁国道としては短い方に入り都市間を結ぶ国道という意味合いが強い路線である。メンフィス中心部の地図テネシー州のメンフィスが西の奇襲点。メンフィスはミシシッピ川のほとりにある。 テネシー州最大の都市であると同時に、東西の数多くの国道が通る路線であり、交通の要所でもある。メンフィスからコリアービルまでは、テネシー州道57号線と並走している。コリアービルで、テネシー州道57号線と分かれてしばらく行くと、ミシシッピ州との宗教に入る。ミシシッピ州に入ると、道路自体は平坦なものの森林地帯に入っていく。 やがてしばらく行くと、国道45号線との交点の都市で、南北戦争の最後の戦地の一つとして知られている、コリントにたどり着く。コリントを過ぎてしばらく行くと、アラバマ州に入る。アラバマ州に行くとトルースビアで72号線は、本線と別線の2線に分かれる。本線は、フローレンス、週間高速道路65号線との交点、アセンズを経て、 ハンツビルにたどり着く。別線は、ディケーターで、I、I-65 との交点に入ると、I、I-565 との重複路線になり、ハンツビルに至る。ハンツビルは、NASA の中核基地である、マーシャル宇宙飛行センターがあることが有名である。また国道72号線を通る、途中の都市としては、最大都市である。ハンツビルから、 東は再び本線一線に戻る。ここからしばらく東に行くとテネシー川を沿うようにして走る。そして北東寄りに進路を変えて走行すると再びテネシー州に入る。テネシー州に入ってすぐに i マイナス24との交点に行き着く。そこからすぐに国道41号線、国道64号線と合流する。さらに、 国道11号線とも合流、そのまま、チャタヌーガ市内に入ると、国道72号線は終わり、そこから先は、国道76号線に入る。なお重複しているの11、41、64の3、国道はそのまま東あるいは南北に路線が、続いている。国道72号線は、以下の州を通過する。ありがとうございます。